杉本太郎。さあパスが出た、シュートー、苦しい苦しい時間を耐え忍んだ最後、32番の小西が決めました、左足。これは嬉しい得点になりましたね。いやー、我慢強くね戦ってきた、そしてこの1点うまかったですね。耐えに耐えた徳島ボルティス、83分のゴールです。パスパッチで逆を取って、もうあとはしっかりとね、もう振り抜いてますよね。まあ、コースというよりはもう気持ちを乗せてね、はい、素晴らしい得点になりましたね。小西雄大、今シーズン2得点目。